どうも皆さんこんにちは。撮影許可は撮っていませんけど、今日ねバイクで遊びに来てくれましてですね、仕立て元ブログでいつも見てこられてる山本さんと木村さんですよね。ありがとうございます。ヤマハの MT-09 と忍者戦ですよ、はい、これ動画出してよろしい？いや結構ありがとうございます。あ、もしあれやったらもう顔モザイク入れときます。それと編集も大変。編集も大変。めっちゃ暑いですよ。こいつ暑いの苦手なんですよ。さっきメット見させてもらったら、お二人ともビーコンもついて、うん、ビーコン 6X? はい。次なんかもう 7X 出るんですね。あ、そうなんですか。出るらしいですよ。本部長ビーコンつけたはず。あ、見ました、見てください。苦労しましたね。前、あご GoPro やろ。あごマウントのね、GoPro もつけてはって。うん。GoPro 大変やねん、あれつけんの。YouTube やる気。まあ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 。うん。あとどういう編集するかやろ。そうなんですね。会話さえおもろかったら垂れ流してもおもろいからね。ね、上手やなと思って初めあの。そうだよ。あれ教習所好評ですね。すごいことあって次コーナー右曲がりますね。お前言ったけど教習所で小倉さんと違うの。俺のすごいところは現場に行かず口だけでやってるところがすごいんやから俺。ですから、ね。トークだけで言ってるやから。でも一個言ってる人たちからしたら面白いんで。ああ、上手その時見るからね。そうですね。ね、あんま木村も、はい、同じく説明。うん、今許せよ。そうよ、木村さんの方が実は年上なんですよね。ですね。見えお互い見えですよね。年上なんですよ、今木村って言われる。何の知り合いなんですか。会社の、まあ、同僚ですね。あー、はい、会社の皆さんでツーリングを。そうですそうです、そうです、もう週はそうです。部下でもないんや。会社的に言うならあれやもんな。普通大体呼び捨てするからね。そうそう、でも俺らそれにちゃうもんな。今そのノリで。で、MT-09 に今乗ってて良かったと思うでしょ。良かったと思う。でも今なんかどっちかやったら、あの何ていうかな、バイクとか乗り物を乗りたい時ってワインディングしたいやんか。できひんけど、でもそういう時にやったらおもろいバイクですよね。 MT-09 も、あの忍者戦も、うん、やっぱり俺最後は俺ハーレーやね。多分俺の中で最後は、うん、そうなんですか。最後はなんか王道行きたい。あれ安定してるもん。うん、もうなんかこける気せえへんもん、ハーレーは。まあ、すごかったですもんね。今みたいなの見させていただきましたけど、2つともなんかコブラみたいなタンクだったもんな。アンテナで俺のタンクとちょっと違うもん。でも意外と思うんやけど、タンクはワイドやねんけど、すごい座り心地やねんな。まあこっちはチューニングしてんねんけど、チューニングしてんねん、あのドーピングしてんねん。すごい、でも乗りやすいですよ、あのバイク。そうですね、もうそうしないと僕乗れないんで。ああ、え、何でも1000あのリッターバイク乗ろうと思いました。いきなり初めてでしょ。初めてですよ、今回が。バイク自体がそうやねん。でまだ広島ナンバー、バイクの免許は中免を18の時取ってて、はい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 、それからもうほぼ乗ってなくて、はあ、20数年ぶりにバイク乗ろうっていうのを言い出して、うん、そそのかされたんですね。へ、うん、すごい。そそのかされたんでしょ。すごくて、でそれで関水自社学校行って、1段階目で1時間補習つきましたけど、うん、最後卒検は一発で。本部長となんか同じパターンですよね。違う、俺だって俺は補習1回じゃん、2回から3回くらい。ブランクかなりあったじゃないですか。あったあったあった、一緒一緒。全然もう忘れてるでしょ。全然覚えてない。で、一発目からいきなりこう一周しますよって言ったのに、鬼かな思いませんでした。でしたでした。もっと教えてくれるのかなと思ったから、もういきなり。乗れたんですね、二十何年ぶりで。なんとか乗れるは乗れましたけど。じゃあもうあれな、強制やねん。体では一応覚えてんねんな。でも、いきなりこう、さあ一周しますよって言った時に、土壇場で言われるから、もう言うたらもう体が全部もう頭の中からな、思い出すんやって言うたら。それでもやっぱ怖いね。5年も経ってないけど覚えてないですもん、もう。あの、そのことになったらお前乗ってないからよ。教習所でしか乗ってないですよ。あ、実際にもうそのほったらかされたら、あのマトリックスのトリニティみたいな、あの女の子みたいにこうなってこう通信しなくても思い出してこう降りてくる。そうそうそう。免許取ってる間でどんなバイクにしようかないのあったら、ああ、はいはい、川崎プラスさんに行って、うん、あそこ行ったの？あの鶴見のです。です。最初400の忍者またがちしてもらって、うん、足つき悪いなと思って650で次乗ってみてくださいって言われたら、めっちゃ足つき良かったんで、うんうん、あ、忍者の650買おうって思ってたんですよ、うん、そしたら、まあ、ここの山本の友達の650はやめとけ。なんでなん？2気筒やからエンジン音はちょっとちゃうぞって。あー、言うても都市なんで、うん、言うても都市なんで、まあ同時に俺にも喧嘩売ってる。山本は俺にも喧嘩売ってる今。昔って200か400の4気筒だったんですよね。あー、俺らそれが難しいからね。4気筒で頭が4つあるいうことやろ。そうその気筒ちゃうと言えやお前。4気筒のキーは
鬼なんです。それで鬼頭や。違うね。違います。違う空気の空気の、うん、気筒気筒の気筒の筒で、うん、そうそんなん分かりますの？2気筒とか4気筒とか僕もう全然分からないですよ。音が、うん、決して悪くはないんですけどね、うん、2気筒が悪いっていう、ね、感じじゃないんですけど多分合わんやろと。あでもあれかっこいいでしょ。あの忍者650もあれ出たばっかりのやつでしょ、うん、そうないでしょあれ。ないです。結局それやったら同じ値段ぐらいで、うん、リッターバイクの忍者1000の買えるぐらいの値段やったら、うん、1000買ったらいいやないかっす、ね、うん、それって足つきどっちがよろしかった。いやもう忍者1000は全然足つかなかったですよ。今のも今足つかなかった。ドーピングしたからね。ドーピングしても今つま先ツンツンぐらいですよ。ああそうなんすか。あのボリューム感もすごかったよあれ忍者1000、うん、あれかっこええわ。2人とも黒なんですよね。まあ黒黒っすね。渋いですね、黒。夏は暑いっすね、黒。暑い、ほんま暑いっす。いや、もう見た目が暑いやん。見た目暑いっすね。うん。冬場はええで、言うたら。黒一択でしょね。あ、迷ってたんですか。俺は悩んでた。黒しかないやないですか、言うから。俺は黒しかないとか。あ、でも、もうそういう横におる人おったら絶対黒になって迷うよね。そうなんですよ。結局影響を受けて、もう全部黒になってしまう。忍者って緑か黒かですか。うん、結構半々みたいです。期待でまんないな。なんかやってまんの。仕事は、まあ、でも体を使う系は使う系です。あ、肉体系なんですか。仕事。もともと私はそうですね、うん、職人やってて、あ、今の会社に転職したんですよ。今メンテナンス、ビルのメンテナンス会社。あ、そうなんすか。サンダクリーンで。まあまあそんな感じです。まあそんな、あ、そうですか。全部分かったやつ全部言うていこうかな。なんかでもサニークリーンはスッと入ってくる。あ、そう、うちサニークリーンちゃうのに。バイクウェアってもう買うとこってもう決まられてるでしょ大概。メーカーもほとんどそのめちゃくちゃないもん。高い。いや、バイクメーカーそんな高ないって。高いです、ね、いやいや、命守れんねんで。この間買ったやつ、まあまあまあ、命を守るって考えたら、そんなのこれ3万とかでしょ、あのジャケットも。3万なんか安いやん。パッドついて3万やで、お前。D3O 入ってパッド。なもうこんなにしたらカチカチになるやつやで、お前。あんなんまだや、あれついてて、お前や、3万やで、お前。安ないか安いですか。なんでお前らユナイテッドアローズとか普通のジャケットとかあるやろ、あのシップスとか。ただね、着る機会が。そうなんですよ、そう考えたら。バイク自体も高いのに、このフル装備揃えようと思ったら10万コースでしょ、ウェアとか、うん、まあこの、ね、うん、まあほんなら港南行ってな、カッパ着て走ってみーや、お前。それは危ないそれは嫌なんやろ。いやいや、なんぼやな、お前、なんぼが手店や思うな、お前。僕ワークマンです。ワークマン行かれないですか、二人は。僕今夏は上コミネのやつなんです。あ、コミネいいですよね。ワークマンめっちゃいいよ。いいけどもうね、なんか車体が、バイクの車体が、ほな例えばハーレー乗りましたな、言うたらな、ブレイクアウトですな、ブレイクアウトで車体が250万です、ウェアワークマンですってなった時にバランスはどうなんやっていう話になるやろ。それは分かるよ。ショット買いましたもんね。うん、ああそうや、うん、買ったんですか。買った、ハーレー用に。それね、まあ、いや俺は全然否定してない。俺いいと思うよ、いいと思うけども、俺はどっちかっつったらもうファッション的な、あの、なんていう、業界の人間やからちょっとおしゃれしたいなっていう。トータルバランスみたいな、ね、そう俺の3万のジャケット、あれ知ってるでしょ、僕の柿色のあの兵庫のやつ、ね、あれが高いって言うんだから、お前なんぼが適正やって俺言うてんねん。いやまあできたらですよ、はいはいはい、1万ぐらいで買えたらいいなと思うじゃないですか。うんうんうん、うん、あ、ジャケット、はい、ああ。だからだからあれ、たまにしか経へん数の少ない、ものをバイクメーカーが、量も出えへんのに安く売れってお前は言うてんねんの。それを言ってしまったらそりゃそうですね。おうおうおう、それ安くは売れないですよね。おうおうおう、でもむっちゃ言うてんねんの、お前。うん、俺たまにしか、例えばあのなんていうの、ビルのメンテナンス10年2回やけど安くしてくれって言われたら、お前どんな気分になるの。お前掃除行くか、お前行かへんやろ。でも毎日掃除来てくれ言うたらやっぱ単価安くするやろな。お前世の中の仕組みはもう30半ばやな、死れよお前は。え、俺はジャケット3万は高くないと思ってんだよ。だって2万、そこが難しい。3万でも2万9000円プラスタックスやから。
3万なんでやねん2万くのせんやないかお前あとの残りはお前国が取っていきようねんやないかお前方針的な考え方です当たり前やないかお前みたいなやつがなお前海外行ってもチップ渡せんようなやつやない俺なんかもうちっちゃい頃から染みついてるからなんかナチュラルチョコレートでもこうでもみんなもうあと500円渡してまうから私が仕事せえ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 で広島ナンバーですもんね広島ナンバーですね、なんかこっちは車を持ってきてないんだよね車も乗ってます車も持ってきてますダブルヘッダーよっぽど2人の収入いいな俺もメンテナンスなのかな俺そうなぁ固まってる僕は車売りました車売りました手放しましたあ子供ちっちゃいの車飛ばさせて奥さん怒れへんかなもともと乗らんへんちゅうのもありましたけどね、まあ、子供は言いますねですよね車どうしたってやっと父ちゃんバイク買うために売った俺が中学だったらもう反り込み入れてるもんなその時グレるグレるグレるでもういつも仕事で顔合わせわけです仕事で顔合わせます、うん、バイクの話するけどして、うん、取りつかれたよ取りつかれましたあちょっとずつちょっとずつ何がきっかけだったのかそこまで山本さんほどバイクを取り込みするなにそれねそうこの間それを考えてって、うん、ウォーキングデッドでしたっけ あれのダリル役の人がああいうアメリカのバイクを乗ってるシーンがあるんですよ、うんうん、でそれを見てあハーレー乗りたいと思って、それが一発目結構あれハーレーじゃなかったんやろそう結局ハーレーじゃなかったんですよあれバイクやったらハーレーじゃなかったウォーキングデッドもう知ってんのアメリカドラマだと思う、うん、あそうですドラマドラマでシリーズで出てますねすごい人気ドラマですよ、うん、そうへぇーこれも見てみようでもハーレーじゃないんでしょハーレーではないもう途中で乗り換えようったハーレーじゃなくもうハーレーどころの話じゃなくなったんですけど全然商売行くんだったよウォーキングデッドゾンビの話ですよねそうですそうです、うんでもよう来てもらいましたねありがとうございますもともとあのなんていうの昼からいますかいうことでで何時で聞いたら3時半言うて3時半も過ぎよったな言うてギリギリちょうどですねそうそうそう俺らもう来えへんな言うてんなこれは Google 先生がちょっとおかしいああスパルタやったそれ Google 先生ただこう真っ直ぐ来たいだけやったでしょで俺らずっと上で見ててんな俺ら高校生のなんかあのほんまクローズみたいなもの上から乗るから来たわけよでツーリング行ってくださいよ行きましょう行きましょう藤井さんも言うときますわでねそうなんですよ。いや、俺からじゃない。いや、言うてください。俺、先輩から言うてください。そのやりとり、さっきから3回ぐらいだよ。昨日から。そう、ね、うちの現場の子、まあ、大型バイクに取りに行き始めたんですよ。ほう。まあ、君じゃないんですけど。もうめっちゃ侵食してますよね。もうだいぶ侵食してます。山本君はね。プレゼン力すごいでしょうね。でしょ。中型持ってなくて、いきなり大型行ってる、うん。え、取れんの今行けるんですよ。今行ける。それで今、免許と。で昨日も一緒にバイクをその子と3人で見に行ったんですけど、うん、まあ、近々バイク買う予定なんですよ、うん、もし可能であればその納車の時にどうしても取らせてくれんの俺にぜひいやお前本人以上に行ってたんですよ買ってないんですよ俺は意外と何人行ってたんですよ何人行ってたんですよその子いくつ19歳あ19なら大丈夫やでしょうん、なんか圧力でいけそうや俺の圧力なんかこうガッて来られてもガッて言い返すもんねまだ遊びに来てくださいね。はい、いいよ、まじ。YouTube 見て来てくれる方いっぱいおるんで、ぜひ視聴者の方も来てください。で、今日見て、後で聞いたら、また登録してますわ。じゃあ、どうなんしようかな。実は登録してなかった。そんなことないですよね。あ、してないよ。木村してないぞ、おい。木村。俺してないわ。いや、木村、しとく。今からしとく。しとく。しとく。俺、それやったら俺あれやろ。今日上から唾落としちゃったから。あって言うから。だだだだ。これ、ペタッと言うから。しときます。じゃあ、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日はフォトブログを見てもらった視聴者の方が来ていただきました。山本さんと木村さんでした。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。